ロストプラネットエクストリームコンディションはカプコンが2006年12月21日に発売した XBOX364 サードパーソンシューティングゲーム2007年7月12日に Windows 版2008年2月21日に PlayStation 3版が発売されたほか携帯アプリ版もリリースされたまた2008年5月29日に 本作のオンライン拡張版、ロストプラネットコロニーズが発売された。自社製、マルチプラットフォーム対応エンジン、MT フレームワークの2作目として発表された。当初は、プレイステーション2用に開発していたが、Xbox 360用に変更された。サードパーソンシューティングゲームの形式に、ジャンプや離れたところにアンカー付きワイヤーを打ち込んで、飛びつくワイヤー操作など、 アクションゲームの要素を組み込んでいる。また、登場するロボット兵器、バイタルスーツは、モデリングに際して、フィギュア制作を行った上でウェザリングを施し、ここからテクスチャーを起こして、ゲーム内のテクスチャーマッピングを施すことで質感を演出するという技法を取った。Xbox Live にも対応しており、これを通じて、複数人の通信対戦もすることができる。 2007年度日本ゲーム大賞優秀賞受賞作品2006年11月24日にオンライン無料体験版が世界同時配信され50万回以上のダウンロード回数を記録した日本での発売からわずか1ヶ月ほどで100万本を出荷し同社のミリオンヒットタイトルに名を連ねた2017年現在の全世界累計販売本数は 全機種合計で600万本にも及ぶ。日本においてはソフトの発売と同じくして Xbox 360本体に Lost Planet をバンドルしたセットが発売された。これには特典として Xbox 360ヘッドセット、Xbox Live 3ヶ月ゴールドメンバーシップ、追加ステージダウンロードカードが同行されている。税込44,800円。 限定5000セット。2007年11月1日、Xbox 360プラチナコレクションとして、廉価版が発売された。2007年3月9日にマイクロソフトの主催により、Xbox Live を通じた、ロストプラネットオフィシャルトーナメントが開催された。当日のサバイバルルールを用いた個人トーナメント戦で、120名の 参加枠に対して3000通以上の応募があった。XBOX Live Marketplace を通じて有料の追加マップが提供されている。2007年3月10日には、アイランド900に、レーダーフィールド、同年4月7日には、ビッグネスツトライアルポイントが配信された。現在、上記に書かれているそれらの追加マップは無料になっている。XBOX 360と、 PC 向けに拡張版のロストプラネットコロニーズが2008年5月29日に発売。キャンペーンモード、オンライン対戦用マップ、対戦ルールオンライン専用武器、キャラクター等が新規追加される。オンラインモードでは Xbox 360版と PC 版のクロスプラットフォームで最大16人での対戦が可能。エクストリームコンディションとのオンラインプレイはできない。 2008年5月17日、ロストプラネットコロニーズのユーザー体験会、トライアルミーティングを開催。プロデューサーの竹内純は、参加者からの問いに対して次回作に発売に向けて動く意思があることを参加者に示した。2008年7月16日、ロストプラネットの映画化が発表された。2017年現在、映画化はされていない。映画化権を買った映画会社が、 様々な事情から制作をしないことはよくある。実験年代、TC-80、人類は、極寒の星、エドンサードへの入植実験を開始するも、原住生物、エークリットの襲撃を受けて、撤退を余儀なくされてしまう。しかし AK の体内から発見された、未知のエネルギー、T イングリッシュを諦めきれない人類は、対 AK 用兵器バイタルスーツを開発し、 入職を再開する。一方、撤退時に極寒の地に取り残された人類は、雪族として勢力を築いていた。本作の主人公、ウェインは、父のゲール率いる部隊と共に、とある施設を捜索中、巨大 AK、緑目と遭遇してしまう。緑目によって部隊は壊滅。父も殺され、ウェインは VS のコックピット内で意識を失った。 しばらくして、ウェインは、ユーリと名乗る、雪族の男によって凍りつけの VS から、救出される。しかしウェインは、自分の名前と、緑目に関すること以外の記憶を失っていた。そんな彼に、緑目討伐の協力を申し出るユーリ。父の敵を撃つべく、ウェインはそれを受託。腕に装着された謎の生命維持装置。 ハーモナイザーの力を借りて、彼は再び極寒の戦場へ立つ。VS は対英形用に開発されたロボット兵器。その多くは2脚歩行型であり、用途に合わせて武器の着脱が可能な兵器アタッチメントが装備されている。T ・イングリッシュを動力に用いており、有人機ではパイロットが標準的な個人装備として着込んでいるスーツのタンクから供給される。なお、 これが切れると強制的にコックピットからパイロットが排出される。民生用から兵器としてのものまで様々なものがエドンサードに持ち込まれたが、あるものは極寒の環境でパイロットを失い行きされたり、あるいは AK に破壊され、氷つけのまま朽ちることもなく、雪原に残骸をさらしている。現存する VS の一部は雪賊によって回収。 修復され、雪族同士のコゼリアや太衛系戦闘で利用されているほか、フロンティア計画推進のためにナベックが搬入したものも相当数が稼働している。惑星ドンサードの原住生物。人間程度の大きさから数十メートルに及ぶものまで様々な種が存在する。体内に蓄積されたティ・イングリッシュは入植者にとって貴重なエネルギーである。 AK は一般に人類を外敵とみなし、強い排除行動をとる。対戦モードでのみ人間プレイヤーが一部の AK を操作することができる A クリッドハンティングモードがある。小型、中型 AKO 型、AK 基本的に VS に搭載して使用する大型火器のため、不評状態での使用にはいくつかの制限がある。しかし威力は大きく、うまく使えば不評状態で、 VS や巨大 AK と渡り合うことも可能であり、また離れた場所に乗り捨てた VS の装備交換にも応用可能である。どのグレネードも災害所持20発までとなっている。また投敵後に銃撃を命中させるなどして衝撃を与えると威力が倍増する。敵の攻撃に合わせて投げつけてもこの効果が出ることがある。Windows 版はマイクロソフト Windows Vista および Windows X 対応版が2007年7月にパッケージ版、Steam 版両方で販売を開始している。サードパーティーとしては初のダークテックス10の対応ゲームである。発売に先駆けて2007年5月に NVIDIA のホームページと Steam で体験版が公開された。インストール時に Steam 社を経由したネット認証が必須であり、ネット環境がない場合ゲームはできない。また、 スティームを利用して修正パッチやミニゲームの追加等のサービスを行っている。さらに、レデテック社製の対応グラフィックボードなどで2007年7月に同梱版が発売された。また、ある条件で隠れキャラクターがキャンペーン及びオンラインで遊べる。具体的には、ジョー、デッドライジングのフランクウェスト、ロックマンが登場する。プレイステーション3版は2008年2月7日に、 プレイステーションストアで体験版が配信され、2月21日に発売された。XBOX360 版で配信されたすべての追加マップ、PC 版で登場した隠れ、キャラクター、オリジナル要素としてルカが収録され発売された。携帯アプリ版は、雪族となり、AK や敵対する、雪族と戦うという内容になっている。今週は、 ロスプラが2が8.2万本で、トップに輝く。asky.jp ht、http as コロンスラッシュスラッシュ asky.jp スラッシュ elem スラッシュ000スラッシュ000スラッシュ524スラッシュ524751スラッシュ2012年5月28日閲覧。ab、ミリオンセールスタイトル一覧。カプコン。2017年11月27日閲覧。 ab ロスプラコロニーズ先行体験会トライアルミーティングで続編発表電撃オンライン http コロンスラッシュスラッシュニュースドット .dngki.com e スラッシュ elem スラッシュ000スラッシュ000スラッシュ080スラッシュ8052スラッシュインデックスドット .html 2012年5月28日閲覧 内田浩二、TGS2006 カプコンロストプラネットプレスカンファレンス世界でヒットするアジア発のソフトを目指してスラッシュゲームズ2006年9月23日プレスリリースカプコンの XBOX360 向け新作ロストプラネットが初回100万本を出荷カプコン2007年1月17日株式会社 カプコンシリーズソフトの累計販売本数。カプコン。2017年11月27日閲覧。http://www.xbox.com/.ja-jp/.games/.l/.los.tp:/.news.htm. l a カプコン。オンライン関連の要素を強化して登場。Link xbox 360 win lost planet colonies.gamewatch http://game.watch.impress.co.jp:/docs:/20080314//lp.htm2012 年5月28日閲覧。動画追加、ロストプラネットがハリウッドで映画化。ファミ i t s u c o m http://www.famitsu.com <く> <problem> スラッシュゲームスラッシュニューススラッシュ,ュ,ュ,ュ1216708124 html2012 年5月28日閲覧プレイステーション3版ではあるかも使用可能にロストプラネットエクストリームコンディションファミ通 .com http://game.watch.impress.co.jp:/docs:/20061221/lost.htm2012 <ッ>年5月28日閲覧。ab, カプコンイスウェブロストプラネット Xbox 360版のアクション性を再現。オンラインプレイにも対応。 ゲームウォッチ、http コロンスラッシュスラッシュゲームドットウォッチインプレスドット CO JP スラッシュ DOCS ラッシュ20061221スラッシュロストドット HTM2012 年5月27日閲覧。カプコン、ロスプラとロックマン6を5月に配信開始。電撃オンライン。 http://news.dengeki.com/elem/.000/.0777401/.index.html2012 年5月27日閲覧。カプコンの携帯バンドストプラネットに、i アプリオンラインに対応した P2P ネットワークモジュール。 ビッグマウンテンを提供しました。エータロウソフト。2012年5月28日へ閲覧。ありがとうございます。